ひーじーてぃどうも、さぐわです。中本で北極ラーメンを頼みました。めちゃめちゃ辛いんですよ、このラーメン。で、俺、本当に辛いもん食べれなくて、今日はこれを食べきりたいと思います。男の意地を見せてやるぜ。いや、もう匂いだけでやばいわ。いただきます。さあ、どんぐらい辛かったっけな。キムチ鍋とかも結構辛いと無理だし。実食。ん？あれ？後からやば。これめっちゃ辛いじゃん。普通の顔して食える人いるのがすごいよな。でも麺は美味しい。あ、これやばい。めっちゃ力入ってる。痛い。辛い。痛い舌が。これ平気で食べれる？あ、もう痛い。もう水飲まない方がいいでしょ。けど広がんねやろ。じゃ食べてみ一回。大げさちゃん。美味しいからさ。いや、この汗見てよ。全然出てないけど。大げさじゃないよ。え、強がってるっしょ。え、でも、あの、さっきのやったらまだいける。けど、もう俺がグツグツなっていくから、もう痛い。だって、普通にしなきゃ痛いんだもん、俺。めちゃめちゃ痛い。痛い。ほら、ほら。え、辛くない？え、強がってんじゃん、俺。あ、さ牛乳飲んだ方がいいのかな。水は逆効果って書いてる、ネットに。一番効果ないな、水を飲むことだって。けど、牛乳こんだけしかない。なんか鳥肌立ってきたんだけど、出るかな。冷ましてから食べるのも効果的って書いてあった。ちょ、一回タバコ吸ったらよくなるかな。タバコの煙も辛い。こっち向いて助け求めんとって。これ食べきった男になれるわ。もう一個。もう一個食べるってこと？違う、もう一個上の男になれる。汗かいてないもん、全然。代謝悪いですね。うん。不健康ですよ。もう辛いもんが苦手って言うとさ、ご飯食べる時とかにみんなに気遣いしちゃうんだよ。うん、辛いの苦手ってどこまでかって感じじゃない？すごくなんか、ああ、申し訳ないってなるから、辛いもんは食べれるようになりたいんだけど、うん、けどなんか強がるのもダサいじゃん。マーキュリーだってさ、韓国行って辛いもんたくさん食べてると思うから、確かに。食べること知ってるかもしんない。なんでお前の肩があんの。え、ちょ、マーキュリー、ヘルプ。いや、今ね、俺ね、この激辛ラーメン食べてんの。で、俺めちゃめちゃ辛いもん苦手なんだけど、ああ、ちょうどしかもコリアンドリーム、お、辛い T シャツ着てる。そんなマーキュリーに辛いものを食べるコツを教えてほしいんだよ。あのね、うん、絶対大事なのは、うん、牛乳と飲むヨーグルト。いやもうそれやってんだわ。あとは、うん、食べたら、うん、もうずっと食べちゃう。あ、止まっちゃダメなんだ。ずーっと止まってる。オッケー。ガーって止まらずに食べるんだね。辛い食べんの？ん？辛い食べんの？そう。辛い食べてんだけど、うん、もう無理なんだよ、俺やっぱ。ガムはガム。あ、ガム？違う、ガムでさ、うん、ガムで風船ガム作るときってさ、うん、一旦ベロに絡ませるじゃん。うんうん、絶対よ。ベロこう、ベロがあってさ、風船ガムってこうやって、風船ガムくっつけるじゃん。うん。この状態だったら直接ベロにつかないからさ。おお、そうなんだよ。痛いのも耐えれないんだよ。でもそれしかないわ。うわ、救世主現れた。ありがとうね。バイバイ。ベロをこうやってってすごいエロい説明してた。ガムないけどサランラップあった。これを舌につけて。というわけで。ガムとヨーグルト用意しました。このガムとこの辛いのの味がヤバそうだよね。デカビタ味最悪。ヨーグルトはいいよな。うん、昔はさ、風船ガム用のガムって売ってあったけど今見ないよね。韓国行ったらやっぱ辛いものたくさん食べる機会多いのかな。あげられるんだろうな。うん、スタンバイ OK。 これ食べてみます。飲み込めない。ガムが邪魔してくる。舌をカバーすればいけそうな気がした。一瞬入れた時はヒリヒリ感は少なかった。だからジムのおばちゃんがつけてるあのゴムの指のやつを舌につければいけるね。コンドームつけたら。あ、コンドーム。
いやもうあれ匂い自体でもゲロ吐きそうじゃん。書き込みます。お、うん、マジで止まってダメだ。え、ほんとだ。余裕になった？いや余裕じゃないけど全然マシ。うーん、やっぱ止まっちゃダメだ。歴史的快挙。じゃあ次はもっと簡単に食べれる。逆に何がある？この次のレベル何がある？でも北極より上って何があんのやろ。いやまあまあいっぱいあるだろうね。え、ちょっと汁飲んでみて。いやや。あ、ジャンバケ汁飲もう。最初はグッ、じゃんけんぽん。さよなら。平気かも。今違うわ、分かった。最初にヨーグルト飲むとコーティングされてるわ。辛い？いや、でもね、汗かいて。